実質放送できるのって最後の1分もなかなかゲーム動かしにくいからね。26分ぐらいですよね。だから、テレビアニメみたいだよね。なんかこう、主題歌と CM の時間ぬず、なんじゃここ。おうよ、ずいぶん探したぞ。バットマン。ガリレオと共に逃げ、今私の元に帰ってきた。お前は落書きの王だ。ハートだ。我々のために無限のカラーみ石んなをハート生みつい出てたすよな。しもべ。さあ、牙。落書きの王に呪いを書き込キめ。バさんもなんか何するか分かんないんだよな、こいつ。行動が読みにくいというか。物の服出せえな、服っていうか体。下田景樹みたいなのね。おお、大丈夫。若干やっ棒読たみっぽか。かったけど。所詮落書きの王だと、それわはあ、人みにたいな。服従するはず。失礼だけど。マナ。失礼だけど、そんなに苦しそうじゃない。出来損ないの落書きどもは何をしていたのだ。まあ、ちょうど良い実験だ。物牙のよ、中の人、今じゃ人気せあいつらえ。へえ。の色を奪ってしまえ。マジで？落書きの王の力を試すのだ。説明書みたい。そうよ。どうしよう、でも、今そういう場合じゃないしな。クリアしたら見ようかな。モノ。なんじゃいなんじゃい。え、怖い怖い怖い、この子。よ、なんじゃ。サンダーボルト。いつまでも帝国の支配に屈しはしない。千と千の白の人。ダメだ、多分わかんねえな、まあ、ジブリだからな。演技力じゃなくて、なんか素朴さとかで選ばれてるな、そのまま。色の力によってのみ存在する。色を失えば世界に存在する。もう一発で殺してやれよ。苦しいだろ、あんなビリ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 やって。人思いにいっそ。無駄だよ、キバナ。王には呪いを書き込んで。やめてやめてー。おそ松さんにも出てんの？すごいね、それは。キバナ。全体的に棒読みっぽいんだよな。落書きが人の支配から逃れた。ジブリっぽいっちゃジブリっぽいかもしれないけど。君たちの声がお、なんか、聞こえあた。れじゃね？なんかこのまま戦わずに終わりそうじゃね？仕方ないのだ、火花。やったー、ハッピーエンド。その城、そして憲よ兵かっどたよもをかった。この町から消し去るためなのだ。平和な世界を取り戻したぞ。もうやめて、騎馬様。モノのことを利用するなんて、そんなのこの音楽いいっぽい帝国の英雄と一緒じゃな。ない。んか我々町のこれ者音たち楽は単品で聞きたい。落書きを利用してきたのだ。カラー石を生み出すための道具として。先生が言っていたように、落書きのことを命と捉えていたことはある。すまない、イバナ。このとままはなさ終わそうらだせけるわど。けにうはわ、いかピなスい。トル。こんなところに、こんな時に来て、急にピストル使うんすか、この人。王の心を支えているものを壊し、あるべき姿に今ま戻っでのて法も則っていうか、短えな、なんかこの鉄砲の砲の部分。かっこ悪い、この鉄砲。何ここ。サイレント銃。何、どうなったん？最終的に。そこ？撃っちゃったの？マジで。撃つ普通。棒読みやめろや、そこで。わー、じゃないよ。
そこもうちょっとなんか感情入れた、あーでよくね。わ、昭和のテレビになっちゃった。血だけが赤い。モノ、モノを助けてあげて。マジかよ、あいつが引き金引かなきゃもう追われてたってことじゃん。うっとうしい、あいつ。あいつのせいだよ、全部。あの金髪のアホのさ。なんであいつの尻拭い俺がやんなきゃいけないんだよ。まあまあまあ。いやでもあんな、なんか急所外してもよくね？僕は。心臓の近く撃ってなかったか？人に作られた。ほらもう闇遊戯になっちゃったじゃん。闇遊戯ってかもう闇爆弾だよ、こんなん。俺は先発。先発で、バリアっていう作戦を、俺はやめない。最後までそれでいくからな。うわ、なんかもう、はてなはてなになってる。落書きの王。なんか、聖歌隊みたいな。歌が流れてる。もしゲーム BGM が小さいとかあったら教えてください。ここなんか BGM も大事っぽいので。オッケー。まあ俺も火花は助かるんじゃねえかなと思ってるけど。ただ物が死ぬんじゃねえかなっていう予感がひしひしとする。なんだ？効果がわかんねえから返せてもなんか、ダメだ、あいつが何やってくるかわかんねえ。まあ、でも普通に考えて、魔法の次だから攻撃を打つっていう俺のパターン変えなくていいんじゃないか。アイコを出してしまう。え、そうなの？俺、有利じゃねえじゃん、じゃあ。むしろ不利なぐらい。は？嫌なんですけど、だいぶ。あたし嫌なんですけど、これ。あん、強い。やだ。攻撃の次だからバリアか。え、ちょっと俺に選定くれよ、もういっそ。なんだよお前、多いよお前の。なんか俺のライチュウなんか色薄くなってきてね。これどうしよう。ワンチャンチャージかけてみるか。トラップオブカラー。何それ、もう知らない技使わないで。何なんだあいつは。俺に先生くれ、ありがとうございます。お願い、生かして殺さないで。悪いスライムじゃないよ。こんなに無残に殺す必要ありますか？こんな年派もいかない子供。ありがとうライチ、お前の仇は取るぜ。攻撃の次だから、まあ、バリアか。でも確実にアイコを選んでくるな。アイコを選ぶってことはでも先制で、てかもうお前の多いんだよ。なんか俺先行。よしよし、当たれ、よし、ざまあ見やがれバカ。一生気絶してろボンクラ。カイオンパ出せ。うわー99か。それでも
ここはチャージ。確実ね、確実なチャージ。略して確チャ。こいつのリフレクターそこまで強くないってことが分かった。単品攻撃なら。斬撃数が多いだけ。ここで、気絶。俺、先行俺。ああ、もうなんでやねん。いやー、痛い、苦しいよ。やめてよ、お母さん、助けて。色の力で操られた、やめて、そういうの。なんかわかんないけど、俺の気絶は打てた。気絶しろ。あー、効かなかったー。苦しいよー。あー、なんか俺操られてる。アイコを出してしまう。へぇ。チャージ同士ってバカみたいだからやめようぜ。アイコだったら俺先生でいいじゃん、ちょっと。お前有利使ってんだからさ、俺先生でいいじゃん、ちょっと。な。お前さ、友達いなくなるぞ、そんなことばっかやってるとさ。絶対こいつ友達いねえよ。こういう時はさ、なんか、俺に、その代わり俺に先生がくれるとか、そういうのないとダメでしょ。そう、もう、友情パワーで勝つしかねえ。まあ、ここでチャージするとかも、絶対友達ねえよ、こいつ。またなんかやろうとしてる。何もう。何が起きるというの ?HP が流れ出した。ええー。もう殺せ。うわー、あとちょっと足りない。で、流れ出していく。次、攻撃されたら死ぬか?質問、次攻撃されたら僕死にますか?チャージして。チャージすると200ぐらいにはなるけど、さっき217食らったんで、死んじゃいますか?質問。だからチャージしないでも、魔法を打った方がいいでしょうか?魔法、いやでも魔法、相手が魔法を打つ可能性もあるか?あれ?じゃあ何やったらいいの?あ、でも、攻撃されたら死ぬか。だから、魔法なら生きる可能性あるから、もう、お祈りしながら魔法だな、もう。お願いします、ほんと。よし!ありがとう、神様。よし。ああ、流れ出していく、俺のあれが。おしよし、またバカやってる。これで倒せないかも、いい加減。いけ、よし、オッケー。よし、勝った。火花。太郎。お、我に帰ったか?うわ、なんか第二形態とかありそう。このパターンはなんか、ないか?人の支配など受けない。あ、ありそう。あ、ありそう。うわ、上手になった。人に作られた道具。相手今までナビプ。でもいいもんね。こっちだって回復してるから。マジか。連戦とは聞いてねえぞ。でも俺は今までの作戦を変えない。信じてきたこの先生バリア作戦を。やめる気はないね。残念だったな。850もあるんですけど、HP が。PP はおそらく無限。無限っていうかまあ、実質無限。お、なんか、舐めてる俺のこと。なんか急に舐めてきてね。
いいのかな、そんな舐めちゃって。あ、やべ、急にアイコになった。うわー、やめてください。なんか死ぬ。攻撃技に呪い？え、全部呪われたん？何それ、全部呪い？くわ、俺先行くれよマジで。そこは先行でいいじゃん俺。この馬マジ何なのさ。攻撃の次だからバリアか。ああ、バリアしかないな。俺先行。よっしゃ、ありがとう。まあ、交互にやんないとな、やっぱ。平等にな。この馬、マジで。まあでも、先発で半分近く削ったのは相当でかい。これ気絶入れられたら相当いいんだけどな。お願い。俺に先制くれ、マジで。カーズカラーってなんだよ、もう。考えることやめるやつか。あ、全部にまた呪い、もう。うっとうしい、お前。絶対正規ルールじゃねえだろ。よーし、残念、無念、また来週。ヒギ、武器飛ばし。何を飛ばしてんだこいつ。よし、俺の呪いも解けたぞ。で、ここはもう安全にチャージだな。まずリンゴ飛ばしてんの、よりによってリンゴ。さすがに耐えるよね、一角じゃない。うわ、だりな。で、次俺バリアだもんな。先生くれ、先生、お願い、ほんと、情け、武士の情けをくれよ。そこは俺先生だろうがい。なんでこいつには武士の情けってものないんだ。最後に花を持たせてやろうみたいなさ。お願い、俺に先生くれ。なんか全然先生くれない、このゴリウマ。100で呪い入るってマジ強くねえか。魔法失敗効かねえし。うわ、俺死なねえかマジで。あ、俺倒せた。あ、倒せてない？倒せた？倒せたよね。なんか1残ってんだけど、これ何？ 127 に対して130与えたような気がするんだけど。え？まだ一撃あんの？どういうこと？どういうこと？あれ。ずるくね？俺127に対して130与えたじゃん。うっとうしい。しかもそれだったらまださ、あそこで高校の攻撃なしで、
もう一回互い戦からやり直しじゃね。あそこでちゃんと高校の攻撃するんだ。